ジアゼパム、ジアゼパムは主に抗不安薬、抗経連薬、催眠鎮静薬として用いられるベンゾジアゼピン系の化合物である。筋弛緩作用もある。アルコールの離脱やベンゾジアゼピン離脱症候群の管理にも用いられる。ジアゼパムは広く用いられる標準的なベンゾジアゼピン系の一つで世界保健機関による必須薬品の一覧に得られている。 また広く乱用される薬物であり、1971年の国際条約である、抗精神薬に関する条約のスケジュール4に指定され、日本では処方箋医薬品の扱いである。処方、入手は医師の処方箋に限られる。ジアゼパムは、転換や興奮の治療に用いられる。また、誘通性筋痙攣、いわゆる小村帰りなどの筋痙攣の治療には、 ベンゾジアゼピン類の中で最も有用であるとされている。鎮静作用を活かし手術などの全投薬にも用いられる。アルコールやドラッグによる離脱症状の治療にも用いられる。ジアゼパムによる有害事象としては、全高性健忘、特に高容量でと鎮静、同時に血行や転換患者における発作の悪化といったキー反応が挙げられる。またベンゾジアゼピン系は、 うつ病の原因となったり悪化させることがある。ジアゼパムも含め、ベンゾジアゼピンの長期的影響として、体制の形成、ベンゾジアゼピン依存症、原薬時のベンゾジアゼピン離脱症状がある。ベンゾジアゼピンの中止後の認知的な損失症状は、少なくとも6ヶ月間持続する、可能性があり、いくつかの損失症状の回復には、6ヶ月以上必要な可能性があることが、 示されている。ジアゼパムには身体的依存の可能性があり、長期間にわたって使用すれば身体的依存による重篤な問題の原因となる。処方の慣行を改善するために、各国政府に対して緊急な行動が推奨されている。科学的には、1、4ベンゾジアゼピン誘導体で1950年代にレオスターンバックによって合成された。 1960年代に広く用いられることとなった。日本での代替医薬品でない商品には、武田薬品工業のセルシンやステラス製薬のホリゾンがあり、他に各種の後発医薬品が利用可能である。アメリカ合衆国での商品名として、バリウム、サダクソンなどがある。ジアゼパムは、以下のように非常に広範な適用を持つ、数週間を超える。 服用後は、徐々に離脱することなく、急にジアゼパムを中止してはならない。ジアゼパムの離脱には、数週間、時に数ヶ月を要する。最初の50%は、比較的急激に減量でき、次の25%はかなりゆっくり、最後の25%は極めて感情に減量する。これは、不快であったり、時に、重大な問題になる、離脱症状を避けるためである。 次に50%の減量後に一時的な休薬が指示されることもある。獣医学的な用途にも用いられ、犬猫の短期間作用型鎮静、抗不安薬として大変有用である。犬猫の術前鎮静薬や鎮静が許容できる場合での後継連薬、短期、長期治療いずれもとしても使わされる。例として猫の発作重積状態を止めるためには、 5mg の中長、内視患者な常駐、必要により再投与が用いられることがある。ジアゼパムの近忌には以下のようなものがある。世界保健機関によれば自殺機とや物質依存の起用がある場合にはこれらのリスクを増加しないか慎重に投与する必要があり、ベンゾジアゼピン系の処方は30日以内にすることが合理的である。よく知らない。 外来患者にベンゾジアゼピンを処方することは避ける。アメリカ食品医薬品局による胎児危険度分類では、ジアゼパムは D に分類される。これは胎児に対する明確なリスクがあることを意味する。ただし注意が必要であるが、これはあくまでもリスクであり絶対近忌ではない。この分類ではカテゴリー X が絶対近忌である。 リスクとベネフィットを見比べての選択となる。ジアゼパムを含めて、ベンゾジアゼピン系の有害事象には、全高性健忘と混乱、特に高容量においてと、鎮静がある。長期間のベンゾジアゼピン系の使用は、耐性やベンゾジアゼピン依存症、ベンゾジアゼピン離脱症候群に結びついている。他のベンゾジアゼピン系のように、 ジアゼッパムは新しい情報の短期記憶及び学習を損なう。ベンゾジアゼピンは全校性健忘症を引き起こす可能性があるが逆校性健忘は発生しない。すなわちベンゾジアゼピン服用以前に学習した情報は失われない。ベンゾジアゼピンの認知障害については長期使用による体制は形成されない。高齢者はベンゾジアゼピンによる認知を損なう作用に 対して過敏である。ベンゾジアゼピン停止後の認知障害は少なくとも6ヶ月続き、この障害が6ヶ月後に軽減するか、永久的かどうかは不明である。またベンゾジアゼピンはうつ病を悪化させる。発作を管理するときなど、ジアゼパムの静脈内注射や輸液を繰り返すと、呼吸抑制、鎮静、血圧などの薬物毒性につながることがある。 ジアゼパムを24時間以上点滴されたならば、耐性が形成される。鎮静・ベンゾジアゼピン依存症、乱用の可能性のため、ベンゾジアゼピンの使用は限定される。ジアゼパムには、他のベンゾジアゼピンと共通の様々な副作用が存在する。特に頻繁なものは以下である。ジアゼパムの通常を予想される作用と反対の反応、つまり、液興奮性。 筋痙攣、そして極端な場合粉劇や暴力が起きる可能性がある。これはキー反応と呼ばれる。こうした反応があった場合、直ちにジアゼパムを中止しなければならない。こうした効果から体における体制と精神的な依存が引き起こされうる。長期間の投与例の30%以下には低用量依存として知られるある種の薬物依存状態が引き起こされる。 こうした患者はジアゼパムによって生じる良い気分を感じるために容量を増加させることは必要としない。こうした患者の場合、離脱は困難を伴い徐々に前減する計画によってのみ離脱が達成されうる。外来患者にジアゼパムを処方する場合、機械操作、車両の運転に支障をきたす可能性に常に留意する必要がある。こうした障害は アルコール摂取によって悪化する。どちらの薬物も中枢神経系を抑制するからである。治療の経過中に通常は鎮静効果への耐性が出現する。稀に白血球減少症、あるいは単純う体性肝障害といった副作用が観察されることがある。睡眠時無呼吸症候群を有する患者には呼吸抑制作用によって 呼吸停止と死を招く可能性がある。ジアゼパムは他のベンゾジアゼピンと同様に薬物体制、身体依存、依存症といった要因によりベンゾジアゼピン離脱症候群が発生する可能性がある。離脱症状はバルビツール酸系やアルコールによって起きるものに似ている。大量また長期間の投与は不快な離脱症候を発生させるリスクを高める。離脱症候は 通常量や短時間の投与でも発生し、不眠や不安、より重篤な場合には、発作や精神病などにわたる症状となる。次に、離脱症候は既存の病状に似ているため誤診されることがある。ジアゼパムはその長い半減期のため強烈な離脱症候をもたらす。ベンゾジアゼピンによる治療は可能な限り短期間に止め、徐々に中断しなければならない。 治療によって体制が形成される。例えば抗継連作用に対して耐性が形成される。ため、一般的にベンゾジアゼピンは、転換の長期的な管理には推奨されていない。投与量の増加によって、体制を乗り越えても、さらなる体制が形成され副作用が増加する。このベンゾジアゼピンの耐性形成の基準は、受容体部位の脱協約、遺伝子発現の変化。 受容体部位の下方制御、ギャバ作用受容体部位の脱監差などが含まれる。約4週間以上にわたり、ベンゾジアゼピンを服用した人の約3分の1に依存が形成され、中止時に離脱症候が起きる。離脱症状の発生率の違いは、患者の状況によって異なる。例えば長期的なベンゾジアゼピン服用者のランダムなサンプルにおいて、約50%では、 離脱症状が少ないか全くなく、残りの50%に離脱症状を認めることができる。選択的な患者集団では、ほぼ100%に近い割合で離脱症状を認める。半調性不安や現症状よりもさらに重度の不安が、ジアゼパムやベンゾジアゼピンに共通の離脱症状である。ジアゼパムは、低用量で徐々に減量しても重篤な離脱症状の危険性があるため、 可能な限りの低用量で短期間の治療が推奨される。ジアゼパムを6週間以上投与すれば、ベンゾジアゼピン離脱症候群によって患者に薬物依存の状態を形成する重大なリスクがある。人間への耐性は、ジアゼパムの後継連作用について頻繁に発生する。ジアゼパムの不適切、または過剰な使用は精神的依存。 薬物依存症を形成する。以下の集団に属する患者は、乱用の兆候や依存の形成がないかについて慎重に観察されるべきである。これらの兆候が少しでも見られたならば、治療は中止されなければならない。しかしながら、身体依存が形成されている場合は、重篤な離脱症状を避けるために徐々に中断しなければならない。これらの人々に対し、 長期間の治療は推奨できない。ベンゾジアゼピンに対して精神的依存の疑いのある人に対しては非常に緩やかに弾薬しなければならない。まれながら投与が長時間にわたっている場合、離脱症状が致命的となることがある。依存の形成が治療によるものか乱用によるものかを慎重に判断しなければならない。ジアゼパムを過量に摂取した人は、軽民の傾向。 意識の混迷、昏睡、検反者の減弱といった兆候を示す。ジアゼパムの過量摂取は救急医療的な状態であり、救急医療関係者による迅速な発見が必要である。この場合の気候薬はフルマゼニル、姉セ生徒である。ジアゼパムの作用が消失するには数日かかり、フルマゼニルは短期間作用型の薬剤であるため、 フルマゼニルの連続投与が必要になることがある。必要に応じて、気管相関と心肺機能の管理を行うべきである。人間の経口摂取でのジアゼパムの致死量は 500mg、ないしそれ以上と見積もられている。300mg を経口摂取した症例でも、睡眠時間の延長と連続した軽眠傾向だけで、重篤な合併症もなく回復してしまったこともある。 ただし、ジアゼパムとアルコール、その他の中枢神経抑制薬の併用では、場合により致命的となる。動物では、ジアゼパムは、大脳変縁系、並びに死傷と床下部に作用して、鎮静作用をもたらす。作用は、特異的なベンゾジアゼピン受容体に結合することで、もたらされる。この受容体結合部位を、さらに消失すると、ガンはアミノラク酸 ギャバ受容体のうち、ギャバ受容体、CL チャンネル複合体の αV という部分である。ここに、ジアゼパムが結合することで、ギャバの作用が増強される。ギャバの作用は抑制作用である。ジアゼパムは、全身組織、ことに、死亡組織に再分布し、ベンゾジアゼピン受容体の誘導、発言増強も引き起こす。人間では、鎮静作用に対する体制は、 数週間以内に形成されるが、抗不安作用に対する耐性は誘導されない。なお、ロラゼパム、クロナゼパム、アルプラゾラムなどは、ジアゼパムよりも強い抗不安作用を持つが、これらの薬剤はジアゼパムよりもさらに強い依存のリスクを伴う。実験的な知見としては、ロ露出者、スイスの研究施設で、ラットの脳に手術を行い、大脳辺縁系に異常な変化を与えて、 極めて神経質、かつよく跳ねるラットを作成し、こうしたラットに、リブリアム、ナイシバリウムといったジアゼパム製剤を与えたところ、こうしたラットが正常に行動するとのことである。ジアゼパムは、蛍光、形状脈、筋肉注射、座剤、商品名、ダイアップ、熱性痙攣などで頻用される。口実の各経路で投与できる。 蛍光投与されると速やかに吸収されて作用を発現する。緊中での作用の発現は、はるかに遅く、不安定である。ジアゼパムは、使用性に富み、そのため、血液脳関門を容易に通過する。肝臓で代謝され、に相性の半減期を示す。つまり、ジアゼパム自体の半減期は2100時間であるが、その主な活性代謝産物である。 デスミチルジアゼパムの半減期が2位日である。ジアゼパムのその他の代謝産物としては、テマゼパム、ロラゼパムが挙げられる。ジアゼパムと、その代謝産物は尿へ排泄される。一般に摂取された薬物の半減期は、ある容量の薬物を1回投与した時に、血中薬物濃度が、ピークの値の半分になるのに要する時間、で計測されるが、 英国の入荷する大学名誉教授のシーアストン精神薬理学は、ジアゼパム自体の半減期として2100時間、活性代謝物の半減期として36-200時間という値を公表している。ジアゼパムを他の薬剤と併用投与する場合、薬物相互作用の可能性に注意が必要とされる。とりわけバルビツール酸系、フェノチア人、麻薬、 抗うつ薬といったジアゼパムの作用を強める薬剤には注意が必要である。1961年にレオスターンバックラのグループは以下の方法によるジアゼパムの合成を報告した。P、クロロアニリンに過剰量の塩化ベンゾイルを加えて網の素をベンゾイル化し、そこに塩化塩を添加して、そのまま連続的にフリーデルクラフツ反応を行う。 ここで反応物はもう一分子の P。クロロアニリンが一つのカルボニル元とイミンを形成し、もう一つのカルボニル元とは、アザアセタールを形成して6インカン化合物になっている。硫酸酢酸水による反応で、この余計な P、クロロアニリンを除去すると同時に、網の元状のベンゾイル元を脱保護する。続いて、ヒドルキシルアミン塩酸塩との反応で起きシムを得る。 この際に得られるオキシムは主に引く体であるが、後の反応に必要なのは引く体であるため、異性化を行う。疑酸によりオキシム窒素をホルミル化すると、異性化が起こると同時に、疑酸のカルボニル素が網の素と意味を形成した6、因間化合物が得られる。水酸化ナトリウムによりこのホルミル素を除去すると、引く、体のオキシムが得られる。次に、 クロロサクサンクロリドとの初点、バウマン反応により網の元をクロロアセチル化する。さらに水酸化ナトリウム存在化で反応させると、オキシム窒素のクロロアセチル元への嗅覚値観が起こり、ベンゾジアゼピン骨格が形成される。なお、スターンバックらは、この化合物の合成法について、同じ文献上で、いくつかの別法も報告している。ナトリウムメトキシドにより、 アミド窒素状のプロトンを引き抜いた後に、ジメチル硫酸によりメチル化する。ラネーニッケル触媒を用いて一気圧の水素ガスにより、N オキシドを還元すると、ジアゼパムが得られる。なお、メチル化と N オキシドの還元の順番は逆でも、問題ない。ジアゼパムは、母体となるベンゾジアゼピンの開発者でもある、レオスターンバックによって1950年代に開発された化合物である。 スターンバックはこの功績により2005年に加えられている。ジアゼパムの CAS 登録番号は439から14から5であり、IUPAC 命名法では7クローロマイナス1、3大イハイドローマイナス1メチールマイナス5、フエニルマイナス 2H マイナス1、4ベンゾジアゼピンマイナス2ワンとなる。天然においても、ジャガイモやイストラゴンにはごく微量のジアゼパムやが含まれている。 アメリカ合衆国において1961年にジアゼパムが臨床応用されると過量摂取による死亡事故が後を絶たなかったバルビツール酸契約に対する最良の代替物であることが直ちに判明した。ジアゼパムはバルビツールのように明らかな副作用を示さなかったのですぐに慢性的な不安に対する処方として普及した。 1962年から1982年までのアメリカで最も売れた薬剤はジアゼッパムである。現在ではかつてのようにジアゼッパムには副作用がないとは考えられなくなっている。薬物乱用のリスクが認識され、アメリカでのジアゼッパムの使用量は1980年から1990年代の間にほぼ半減した。一方で、 すでに古典的な薬物であるジアゼパムは、近年でも一部の衰退外道疾患の補助療法、小児の不安の治療、小児に適応のある数少ない精神安定剤でもある、そして形成麻痺の補助療法などに適応を広げつつ、ある。2003年、ジアゼパムを患者に知らせずに投与すると、不安を軽減する効果が認められないという内容の論文が、 アメリカ心理学会の雑誌プリベンショントリートメントに掲載された。同論文ではジアゼパムによる不安の軽減はプラセボ効果と推論されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。